グラグラネイルスタジオあわちゃんねる。皆さんこんにちは、あわちゃんねるのあわちゃんです。今日はですね、こちらのお爪にフレンチネイルを作っていきたいと思います。フレンチネイルいろんなやり方があるんですが、とりあえず一番簡単にできる方法を今日はお伝えしていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。まずですね、最初に爪が伸びてきた場合に、このフレンチの境界線が目立たないように下地の色を塗っておきましょう。この工程は別にしなくてもいいんですけど、伸びてきた時に美しくないので入れておいた方がいいんじゃないかなと思います。それではビジルコルクベージュを塗っていきましょう。薄くで OK です。では筆に少量取り、爪のだいたい3分の1ぐらいまでの量で結構なので、少し色がつく程度に塗っておきます。はい、塗れました。それでは硬化していきます。もう一度塗っておきましょう。ちなみになんですが、ここに塗る色でちょっと可愛く仕上がったり、大人っぽく仕上げることができたり、クールに仕上げたりできるので、まあ、ちょっとこのね、この下地に引く色の方もちょっとこだわってみると楽しいかもしれません。それでは2回目硬化していきます。はい、とっても綺麗にお肉とこのフリーエッジっていうんですけど、この爪の白い部分の境界線がほぼほぼ消えました。はい、それでは地爪の境界線が綺麗に消えました。ではここで一度マットコートを塗ります。なぜかというと、今回しっかりとしたフレンチのラインを出してあげたいんですけど、このカラージェルの未硬化ジェルのせいで上から塗った白のフレンチのラインがにじんでしまうことがあるので、そちらを防ぐために一度マットを塗っておきましょう。はい、ではマットコートが塗れたので硬化していきます。でジェルによってはにじまない場合もあるので、この工程はお使いのジェルによっては省いていただいても問題ございません。はい、マットコートが塗れたので一度未硬化ジェルを拭き取っておきましょう。はい、じゃあそれではここにフレンチを描いていくんですが、今回はこちらのセンジェルホワイトを使用します。パレットにセンジェルを少し出しましょう。そんなに使わないので少量で OK です。このぐらいで問題ございません。それではここにいよいよフレンチを作っていくんですが、まずですね、自分がどの深さのフレンチネイルにしたいかを決めてください。で、一番深いところですね、深いところ、幅ですね。幅決めれたら幅の印をつけていきたいんですけれども、中心ですね、こう指から見た時の中心、爪の中心じゃなくて指全体でバランスを見ていただいた時の中心に線を描きたいと思います。中心ここですね。でこのぐらいの幅にしたいので、こう1本線を描きましょう。それではこの先ほどつけたこの線ありますよね、これと同じ長さのものを左右に描き足していきます。このぐらいかな。反対も書き足していきましょう。気持ち短めにしていただいても OK です。うん、いい感じですね。フレンチネイル描くとき、この際の部分が描きにくいと思うので、まあ、こういうクリップ、お肉クリップっていうクリップがあるんですけど、それでこのギリギリの部分ですね、このお肉の部分をこのように挟んでおいてあげると少しやりやすくなります。ただずっとつけてると痛いので、まあ、線引き終わったら外すなどしてね、調整してください。それではここですね、同じ幅をこの爪のギリギリのところにも1本描いてあげます。反対側にも描きましょう。だいたい同じぐらいで OK です。はい、それでは今ですね、このように5本線が描けました。ちょっと難しいところにはなってくるんですけど、この線の一番上側、天皮側ですね、この天皮側を結んでいきます。直線で構いませんので、直線で引いていきましょう。このように引いていきます。で最後ですね、ここだけちょっと角度に悩むところなんですけど、ほとんど指と当たるところになってくるので、ちょんぐらい書き足しておいてあげれば OK です。こちら側も同じようにね、ちょんと書き足してあげましょう。
それではいい感じにフレンチのラインが取れたので、この中を塗りつぶしていきましょう。塗りつぶすときはミニオーバルブラシですね、少し広い面積を塗ることができる筆があると非常に塗りやすいです。ではセンジェルを少量でいいので取って、この間を塗っていきましょう。でセンジェルを使う場合、あまりにも量が多いと固まってくれませんので、薄めに塗っていくようにしましょう。キワキワの部分などは太いブラシで塗るの大変だと思うので、このように細いブラシに持ち替えて塗ってあげても OK です。でまあ、ここそんなめちゃくちゃ綺麗に塗らなくてもほとんど見えないので、だいたい塗れておけばいいのかなと思います。内側もしっかり塗ってあげましょう。お、だいぶいい感じにフレンチになってきましたね。まだこの状態だとラインがちょっと綺麗じゃないので、この線と線を結んだとこのこの点が最初に線描いたここですね、ここの部分に少しだけジェルを足してあげて曲線にしていきましょう。少しずつ少しずつ塗り足していくようなイメージです。ではここもですね、しっかりとこのラインを取っていってあげましょう。でまだこの段階では若干の塗りムラがあるのですが大丈夫です。お、いい感じに入っていますね。塗りムラがあるのである程度上からなぞって消しておきましょう。はい、それではこちら一度硬化していきます。2回目ですね、ちょっと塗りムラを消すような感じで最終的な調整の意味合いも兼ねてもう一度塗っていきましょう。エッジの部分もねしっかり塗っておきましょう。はい、綺麗に塗れました。それではこちらで硬化していきます。お、とてもいい感じにできました。それではこちらに最後トップジェルを塗って完成させたいと思います。ではトップジェル塗っていきましょう。で今回センジェルを使用しているので大丈夫なんですけど、これもし発色が悪いタイプのホワイトとかを使ってここを描き込んでしまうと、このフレンチのこの白い部分だけが少し分厚くなってしまうんですね。なのでそういったことを回避するためにもセンジェルのような発色がいいジェルを使っていただいた方がフレンチネイルはうまくいくと思います。はい、綺麗にトップジェルが塗れたのでこちらで硬化していきます。はい、できました。お、なんかちょっとこの指だけでごめんなさいだけど、すごくいい感じ、チュルチュル、トゥルトゥル、バッチリフレンチネイルを作ることができました。で通常のフレンチネイルとどう違うかっていうのをちょっと図解をさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、通常フレンチネイルと呼ばれているものはフレンチのカーブってこういう形で入ってるんですよね。わかるかな？ここの幅とここの幅は違います。でここにしっかりとしたこの楕円状のものですね、ここピンクの部分がしっかり入る形がまあ綺麗と言われているんですけど、このカーブを目分量で調整しながら描くっていうのが非常に難しいと思うので、今回させていただいた方法というのはこのように爪があったら同じ幅で取っています。こういう感じですね。なのでここを結んでいくだけで作ることができるので、このカーブっていうのをこのカーブの角度を意識しなくてもここの同じ長ささえ引くことができれば簡単にフレンチネイルを作ることができる方法が今回の方法なんですね。なのでこのガイドラインをしっかり引くことができれば誰でも簡単にねこのフレンチを作ることができると思います。ただしちょっとすごく爪が長い場合とかはこういう形ですね、綺麗なこの形入れていただいた方がいいので、まあ、今回の方法ちょっと使いにくいかなと思うんですけど、まあ、このように短い爪で
フレンチネイルをする際っていうのは、今回お伝えさせていただいたあわちゃん流フレンチネイルでやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。でこれここの幅だけ他の爪とも合わせていただければ、あの長さを揃えることもできると思うので、こちらの方でフレンチネイルやってみてください。このようにはみ出してしまった場合ですね、多分フレンチネイルしているとはみ出すこと結構あると思うんですけど、このジェルをしっかり拭き取ったブラシで拭っていただければ修正することができます。この筆のこの端っこですね、この筆の端の部分をしっかりと当ててあげて、このように拭ってあげます。で一度で落ちない場合はもう一度筆を拭き取っていただいて、このように拭ってあげると取ることができます。でちょっとこう白くなってしまったところはジェルブラシクリーナーで拭いていただいたブラシでこのようにこすっていってあげるときれいさっぱりいなくなります。のでもしはみ出してしまった際はこのブラシなどでこのようにぐーっと拭って落としてあげてくださいね。これで修正の方も簡単にしていただくことができます。フレンチネイルが伸びてきた時に下地に敷く色なんですけど、まあ、こういう色で用意してみたんですが、このように下に敷く色によってまたちょっと可愛く見えたり大人っぽく見えたり異なってきます。自分の好きなベースのカラーでフレンチネイルをやっていただくと、お出かけとかお仕事とかシーンに合わせることもできると思うので、お好きな色を選んでみてください。ちなみにこれがロータスピンク、チークピンク、ピュアミスティ、ウォームベージュ、コルクベージュになっています。で今回のフレンチネイルができるセットの方を用意していますので、よかったらね説明欄の方にリンクの方貼っておりますのでチェックしてみてください。フレンチネイルはですね、いろんなやり方があると思うんですが、今回の方法はフレンチネイル的なやり方で言うと多分98点ぐらい、100点ではないんだけど、皆さんもご自身で挑戦していただく際にきっと簡単にできるかなと思うので、この方法を一度試してみてください。